おはきゃみ TV かなかです。今日はベンチプレスについて2ヶ月間でプラス 12.5 キロ週1のトレーニングで持ち上げることができました。イエーイ。今日は普段行っているトレーニングをご紹介していきたいと思います。それは踏ん張る力についてです。そこで懐かしのヘニョヘニョ登場。それでは早速やっていきます。今日もこの時間がやってまいりました。頑張っていきましょう。ヘニョヘニョを使ってヒップリフト。しっかりヘニョヘニョを踏んで、もも裏、お尻に効かせていきましょう。しっかり綺麗な空気を吸っておやすみ。10秒の休憩であなたは何をする？私は、あは。次はヘニョヘニョを2つに増やします。50対50の力でブリッと踏ん張りましょう。踏むことでベンチプレスが上がりやすくなりますよ。10秒休憩。この10秒が好き、大好き。トレーニングスタート。一発で上に上がって3秒キープ。さっき休憩したから大丈夫よね。絶対できるよ。腰は痛くない？無理しないでね。その調子で。休憩入ります。トイレに行くなら今がチャンス。次は片足に変えます。片足で踏ん張れるかな？さっきよりちょっと難しいですよ。反対の足に変えますね。あともう少し頑張っていきましょう。右と左でやりにくい、やりやすいがあると思います。あと一種目、ラストの休憩ですよ。何しよっかな。ラストはキープ。しっかりお尻を上に持ち上げて呼吸を繰り返しましょう。3、2、1。はい、普段こんな形でトレーニングをしています。家でもできますし、本当にいろんなところでできるのでおすすめします。私もね、皆さんに負けないように今 42.5 キロ持ち上げるので、次は50キロを目指して頑張っていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。キャミってキャミってキャミの好き。